洋風のデザインでありますが、日本古来の技法が用いられ、木造に白漆喰を塗って柱や窓周りを形作っています。はい、こちら大井肉店でございますけど、2階でね、お食事ができるようになっております。牛鍋、飛騨牛を使ったすき焼きでございます。前に見えます建物は明治21年に建てられた三重県尋常師範学校です。左右対称の2階建てでしたが、昭和48年明治村に移築するに際しては、特色ある中央玄関部分と右奥の2教室分のみを残しました。右の建物は明治21年に皇居内の警備のために建てられた近衛局本部付属社です。その左の白い可愛らしい建物は赤坂離宮正門庁舎で、明治41年に建てられたものです。はい、臨時バス停、聖ヨハネ教会の臨時バス停。